はい、どうも皆さんこんばんは、モッティです。スプラトゥーン3実況プレイ始めていきたいと思います。ということで本日はスプラトゥーン3視聴者お悩み相談室、どんどんパフパフということで、以前からですね、YouTube チャンネルのコミュニティ欄で皆さんから募集しておりましたスプラトゥーン3に関するお悩みをですね、モッティがズバッと、相談解決していこうじゃないかという企画の第1弾でございます。はい、ということでたくさんご応募いただきましてありがとうございます。まあ大体採用させていただけるかなと思いますんでね、皆さんぜひ後で楽しんでいただきたいなというふうに思っております。ということでじゃあ早速お悩み相談やっていきましょう。よろしく。はい、ということで皆さんの質問にじゃんじゃん答えていきたいと思います。よろしくお願いいたします。実況は後付けでお届けします。それでは早速いってみましょう。一つ目の質問こちら、ドン。スプラ3から始めたものです。基本ガロンや若葉といったシューターを使います。バンカラマッチでのリッターやスプチャ系のチャージャーに対する対処方法が分かりません。放置しても一生狙われ続けるのですがどうしたらいいでしょうか。無視がいいと思います。最初はね、まあシューター同士で打ち合ってる時とかにリッターとかでバーンって抜かれてすごく嫌な気分になったりとか多いと思うんですけども、まあそのキルがね実際にその勝利につながりやすいかどうかって言われると、あんまりねチャージャーのキルってね勝利につながりやすいことってそこまで多くないんですよ。でどっちかって言ったらシューターとかの打ち合いとかで勝っていって、そこからチャージャーとかを倒していった方が勝ちにつながる機会っていうのは多いので、まあ基本無視で立ち回っていって、たまに相手でめちゃめちゃ強いチャージャーとかリッターとかがいたらそいつちょっと重きを置いて先に倒していくみたいな優先順位で戦っていくのが個人的にはいいんじゃないかと思います。はい、なので無視。次。スプラ3から始めた初心者です。縄張りバトルに慣れてきたのでバンカラマッチに潜ったら試合のスピードについていけず泣けそうです。バンカラマッチ初心者はまずこれから始めるといいというものありますか。また縄張りバトルの経験って、バンカラマッチにも役に立つものでしょうか。縄張りマッチの経験はバンカレにめちゃめちゃ役に立ちます。というかスプラトゥーンは縄張りが全てです。はい、縄張りでできない人はバンカラマッチも上手くなれません。はい、これはまず一番最初の対戦性として覚えておいていただきたい。でね、スピード感に慣れてないわね、慣れてこないわね、結構あるあるだと思います。はい、これは僕も初心者の頃に経験してる話なんですけど、要はバンカラマッチって縄張りに比べるとやること多いんですよ。だからあれもやらなきゃこれもやらなきゃって言ってこう頭パニックになっちゃってスピード感についていけないパターンが多いので、まずは縄張りバトルで気持ちの余裕を本当に持って立ち回れるようになること。例えば残り時間とか、人数がどれぐらい残ってるとかイカラム見てね、あとは有利不利がどっちが有利でどっちが不利かみたいなのが考えなくても分かるようになるぐらいまでには縄張りで慣れた方がいいと思います。でそれをやれるようになると自然とね、とあとはバンカラマッチでプラスアルファやらなきゃいけないことが分かるようになってくるので、まあ、まずはそういう心の余裕を持てるぐらいにはなった方がいいんじゃないかなと思います。はい、次。カメラ酔いするのでジャイロが使えません。スティックだけだと細かいエイムが合わせきれないのですが長射程使いたいです。おすすめ教えてください。僕が基本ずっとジャイロ勢なんでスティック操作あんまり詳しくないんですけど、いろいろ試してみた結果、ラピブラ系統かエクスプロッシャーがいいと思います。はい、まあ、要は相手との距離感をしっかり保った上で、まあ、確定一発取れないんだけど、まあ、手数で倒しに行けるっていう落ち着いて対処できるみたいな武器がいいと思うので、まあ、この辺かなっていうふうに思います。はい、まあ、でも、まあ、カメラ酔いはね難しいとは思うんですけど、まあ、もし頑張れるようだったらね、カメラ酔いを克服する方向性で考えていった方がスプラトゥーンは上手くなるかなっていう、ちょっと元々もないこと言って申し訳ないんですけど、はい、まあ、頑張ってください。次、バンカラマッチでいろんな武器を使ってみたけど勝てなくて困ってます。エイムが苦手な人でも使えるおすすめの武器を教えてください。ノバ。はい、以上。僕もそうだからです。はい、理由です。はい、次。モッティの考えるバンカラマッチの勝率の上げ方を教えてください。自分は味方に依存しないことだと思ってます。逆ですね、僕の場合は味方をとにかく利用することだと思ってます。はい、っていうのは味方に依存せずに、まあ要は自分一人で全てをやって全てを勝てっていう考え方ですよね。この考え方はねめちゃくちゃ上手い人の考え方なんですよ。なんか自分で全部キル取って自分で塗り取って全部オブジェクトやってって無理ですから、正直できないです一般人にはね。だからこそ逆に一般人が考える勝率の上げ方は味方をよく観察して、その味方がじゃあやれないこととか足りてないことっていうのを全部自分でやるがいいと思います。っていうのは例えば
例えば味方がめちゃくちゃキルばっかり取りに行くタイプ、オブジェクト関与しないタイプだったら、じゃあ自分がオブジェクトにいっぱい関与しようとか、逆に、ヤグラとかホコも全然後ろにしか出てくれないリッターとかチャージャーとか後ろの方にいるやつが引いたら、じゃあもうそいつのラインで戦ってギリ勝ちしてやろうとか、あとは塗りが少ないなこの味方と思ったら塗り優先したりとか、逆に塗りばっかやってるなと思ったらキルばっか優先するとか、まあ、そういうところのなんか味方の足りてないところを全部やっていった方が上がる気がしますね。でそういうのやっていくうちに多分最終的にね、その全部自分でできるようになると思うんで、最終的に勝率上がるんじゃないかな、ガチ勢みたいにって感じかなというふうに思ってます。はい、なんとなくです。次、ここからちょっと立ち回り系の少し一つ、レベルの高い話になってきますね。高台の上にいる相手に対して高台の下から攻撃する局面で仕留めきれずに迎撃されてしまうことが多いのですが、エイムやキャラコンについて心がけると良い点をお伺いしたいです。基本は下から上より上から下の方が有利なので、まあ、迎撃されてしまうのであれば仕方ないかなと思った方がいいかな。まあ、下から狙う場合は確実に相手を仕留めきれるか、相手を引かせて自分も引けるみたいな、ちょっと安全が担保されてる状態の時に手出した方がいいですね。ちょっとやれるかやれないかみたいなギャンブルの手はね、割とやられることが多いんで、安全を担保する、それがいいと思います。次行ってみよう。はい、それでは引き続き質問に答えていきたいと思います。縄張りやオープンで普段使わない武器を使うとき、必ず武器の使用感、射程など確かめてから試合に臨んでいますが、実戦になったときに特に射程がうまく活かして立ち回れません。武器のなれば時間の問題だと思いますが、射程管理についてどう意識がありますかと。まああれですよね、相手の射程で戦わないことですよね。ね、相手がリッターとかハイドラとかそれぐらいの長射程だったら、まあ、その射程で戦わないことを意識した方がまあいいわけですよね。まあ、逆に相手が近距離武器だったら、まあ、内に潜り込ませないというかね、まあ、そういう、まあ、相手との距離感で考えて立ち回っていくことぐらいですかね。まあ、あとはこの方がおっしゃる通り、まあ、武器って慣れの問題なんで、まあ、慣れていけば慣れていくほど熟練度は上がっていくのかなというふうに思います。続いて、開始空後に敵味方の武器構成を確認するのはマストとして、ギア構成を見ておくべきでしょうか。私は前線にいることが多いですが、敵のマーカーが、味方のマーカーが敵に見つかっているかいないか分からずに自分に飛ばれるたびに焦ってしまいます。なるほど。僕は正直あんまり見てないですね、結論から言うと。特に相手のイカ忍者着てる着てないは、僕の中ではもう着てる前提で動いてることが多いですね。で、着てなかったら見れるじゃないですか、相手の動きが。だそしたらそれで倒せばいいし、イカ忍者積んでるんなら積んでるで、そういうこう動くでしょみたいなことを読んでますね。であとは味方のステジャンに関しても、基本的にはもう勝手に飛んでくんじゃねえって切ってますねだもう相手に見られていること前提で動いてる感じですね、ステジャンの場合は。はい、近づかれたらバレちゃいましたね、ステジャンの。なんであんまりギア構成は見てないです。まあでもレベルが上がれば上がるほど見ていくことっていうのは重要になってくる部分なので、まあそういう意識を持っておくのっていうのは非常に重要だし、まあ伸びていきますよね、今後ね。はい、なんで、見ることができるのであれば見ていった方がいいとは思います。はい、続いて、イカ忍者が見えません。忍者対面で心がけるべきことを教えてください。はい、僕も見えません。はい見えないんで、まあ、さっきの話と被るところあるんですけれども、まあ、相手の武器が何かさえ分かれば、だいたいその動きって読めるじゃないですか。ローラーだったらもう突っ込んで叩きに来るし、シューターだったらシューターの射程で戦ってくるだろうしみたいな。なのでよっぽど変な動きされない限りはここでしょって読んで撃ってますね、僕の場合は。でそれがもし外れちゃったら、まあその次もう一回同じ武器と対面した時に、じゃあその反省を踏まえて置いていけばいいかなって感じですね。まあノバなんで、まあね、ある程度こう誤差があっても倒せる武器だからそれで済んでるんですけど、まあシューターの場合はね、もうどうにか有利対面作っていくことですよね、きっとね。見えないですからね、難しいですからね。まあ相手との間合い管理が一番いいんじゃないかなと思います。ここは読み合いを鍛えましょう、僕含めてね。はい、次、ノバが思うここが苦手っていう敵、どんな立ち回りの敵でしょうか。めちゃくちゃ懐に潜り込んでくるやつ、どの武器でもそうなんですけど、まあ、ボールドとかね、ローラーとかはまあ基本苦手じゃないですか。まあ、近づかれるとノバどうしようもないんで、
まあ、苦手っていうのもあるんですけど、例えばリッターとかで、あの割とキンキンの対面になった時に引かないでめっちゃノバに向かってポシ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 ュってくるやつたまにいるじゃないですか。マジでうざいんでやめてもらっていいですか。本当に嫌いなんでマジであれ。そう、分かってるからそれやってきてるんでしょうけどね、チャージャー側からするとマジで嫌なんで、あの全チャージャーやめてください。はい、次、さてノバに関する質問ですが、結局のところノバのゾンビ装備って強いんでしょうか。ゾンビだから勝てた試合とか、インク効率だから勝てた試合とか、その辺の検証動画があるとありがたいですということで、はい、まあ現時点での話なんですけど、本作のバンカラマッチは結構その上と下の腕前の差、あの実力差が激しいじゃないですか。だからあんまりそのゾンビが生きる対面ってないと思うんですよね、それなりにノバ慣れてる人からすると。なんで今の環境としては僕は正直インク効率とか積んでいった方が強いと思ってます。ただまあ X マッチ始まって、まあ自分と同じぐらいの出力ないしは格上と当たっていく試合が多くなってくにつれて、多分ゾンビ装備っていうのは強くなっていくと思うので、まあ、ちょっと X マッチの状況を見てちょっと検証動画とかね、まあ、あとはゾンビ装備が出来上がり次第ゾンビノバ作ろうと思ってるんで、動画はまあなんかちょっとそこら辺の話が知識としてねつけられていったらいいかなって個人的には思ってますんで、はい、まあちょっとこの辺の話はしばしお待ちくださいっていったところですかね。はい、じゃあラスト、ラクト使いなんですが、ガチヤグラでの効率な、効率的効果的な丸みさのタイミングがわかりません。はい、僕もあんまり丸みさをヤグラで使ってないんですけど、まあ人が集まりやすいところに打つのが一番いいですよね。まあもうちょっと具体的なことを言うと関門とか、まあ矢柄で言うとちょっと角の部分とかですか。まあそういって人がこう密集しやすいところに打つのが一番巻き込み事故とか、やりやすくていいんじゃないかなっていうふうに思います。ちょっと時間短くなっちゃった。はい。もうちょっと行ってみましょう。はい。ちょっと動画時間長くなっちゃいそうですけど、ちょっとできるだけ多くの質問に答えていきたいと思います。続いての質問です。はい。矢柄市場の矢倉で、ノバを持っている時に相手のハイドラにいつもボコられてしまいます。味方の射程が足りない時、ノバはどういう立ち回りすればよいでしょうか。はい。さっきの試合で話せたらよかったんですけど、射程が足りない場合っていうのは真正面から行かないことですね。はい。特に今作は縦長のステージが多くて、長射程有利なステージが多いので、基本的には、まあ、脇から攻めていく、横から攻めていく、裏取りをしていくはかなり選択肢には入ると思います。はい。なので、まあ、真正面からハイドラと、チャージャーとかに戦っても勝てないんでね、タイミング見てボム撒き散らしながら、あ、ここ空いたなって思ったところに、スッと潜り込んでいくのが、一番いいんじゃないかなと思います。はい、続いて。スプラトゥーン3から始めた、ずっとクローズアップを持ってる人ですと、ギアを何つけるのが正解 か全く分からずバンカラに行く勇気がありません。どうしたらいいでしょうか。ザップはね、まあ一番オーソドックスなのは一足ですね。これは1の頃からずっと言われてるんですけど、やっぱシューターの中でもかなり軽い部類に入ってて、まあ、かつその一足も乗りやすい武器なので、まあうまくそうやって相手を翻弄していきながら一足で打ち合いに勝っていくっていうのは一つありかなと思います。であとは今作はまあドリンクが強いので、スペシャル増加量アップとか、まあ、そこら辺で味方のサポートに徹していくっていう意味で、まあ、スペシャル増加量積んだりとか、あとはインク効率系積んだらいいのかなっていうふうに思います。まあ立ち回りで好きなギアを選んでください。はい、はい、じゃあ最後の質問です。ノバブラスターだと爆風範囲があるので、ある程度エイム力がなくても弾が当たるのですが、シューターになると全然当たりません。エイムの合わせ方に違いとかあるのか、もしくは練習方法を教えてください。はい、エイムに関してですね、エイムはね大きく分けて2つあるんですよ。もうちょっと細かくすると何種類もあると思うんですけど、一つはシューターみたいに、物をこう追い続ける、こんな感じでずっと僕めっちゃ下手なんですけど、シューターのエイム、まあ、追いエイムってやつですよね。で、もう一つブラスターみたいに瞬間的にポンポンポンって合わせていく、まあ、瞬間的なエイムですよね。大体大きく分けるとこの2種類があるんですよ。で、まあこれは結構人によってその上手い下手が変わるので、まあどっちがね自分に向いてるかっていうのはこの、まあ、練習場で、いろいろ試しながらやっていくといいと思います。で、こういう瞬間的なエイムが合わせるのが得意な方っていうのは、まあ大体ブラスターとかスロッシャーとか、あとは、チャージャー系とかが向いてます。で逆に
追いエイムですよね。こう同じ相手をこうずーっと細くし続けながら、相手が動いても自分が動いてもちゃんと当て続けられるっていう、その追いエイムが上手い人は、まあ、シューターであるとか、スピナーであるとかっていうのを、選んでいくといいと思います。でこのゲームはね、どっちかっていうとこっち側、追いエイムが上手い人の方が上手い傾向にあるかなと個人的には思うので、まあもしね自分がこっち向いてるのであれば、シューターとかスピナーとかそっち系でひたすら相手に合わせて倒していく方がいいんじゃないかなと個人的には思います。あとはまあ練習方法はもうひたすらその武器を持って、ひたすら練習をして試合をやっていくのが一番進歩だと思います。はい、ということで、結構駆け足になってしまってね、ちょっと全部質問に答えられなくて大変恐縮なんですけども、またちょっと次回以降ね、第2回第3回もやっていきたいなと思っております。この動画の、コメント欄にですね、また何か質問があればですね、いろいろ書いてください。まあ大体1週間ぐらいまとめて、まあその中から厳選してね、皆さんに、皆さんの質問を答えていきたいなと思っておりますんで、どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。ということで以上、モッティでした。おつおつ。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタン、ツイッターのフォローよろしくお願いします。今週の後半は別ゲームの生配信をやる予定です。スーパーマリオ64の120枚 RTA とか、フォールガイズとか、ジオゲッサーとかですね、スプラトゥーン普段見ている方も、そうでない飽きた方もぜひ見に来てください。あったかくして寝ろよ。